2015年5月4日、中国紙、三方消息は、韓国メディアの報道として、韓国のキム・ジョンヒル元首相が、1962年11月に経済協力資金をめぐり、当時、日本の大平正芳外相と会談した際の発言について伝えた。3日、キム元首相は、韓国メディアに対して、中央情報部長だった当時、大平外相に対して、日本が何と言おうと、どんな騒ぎを起こそうと、独都は、我が国の実効支配下にある。たとえ独都を爆破してでも、決して日本には渡さないと言ったと振り返った。また、キム元首相は、4時間の会談の中で、独都に関する話し合いは、最後の10分にも満たない時間で行われた。大平外相は、この問題を国際司法裁判所に委ねることを主張したが、私は、独都は話し合いの議題ではないと繰り返したと述べた。さらに、キム元首相は、日本と韓国が、1965年に、独都問題の棚上げにつき、密約を結んだとされる事件について、棚上げという言葉は、日本の政治家が使った言葉とし、密約文書を保管していると噂されている自身の兄についても、そのような事実はないと答えた。